はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー押さないでございます、えー、この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです心理学の各種試験の対策や教養のためなどにお役立てくださいよろしくお願いいたしますえー そうですね今回は愛着、えー、という話であります、まあ、アタッチメントっていうカタカナで書く場合もあったりしますこれどのような概念かっていうと子どもが主たる養育者多くの場合ですね、えー、主たる養育者 下の領域者じゃとい,いうふうに書いてもいいわけですけど、まあ、多くの場合、主たる要者との間に形成する情緒的絆のことっていうふうにまあ説明されます。まあ、短く言うとこういう言い方になります。まあ、なんか大学院受験とかで、極説明問題とかに出された、この、こういったフレーズは入ってなきゃダメです。で、えー、まあ、ボールビーっていう人によって提唱された概念で。